なんか私めっちゃ振り回されてね。ほら、あちらです。お名前何でしたっけ？ああ、アイナさん、素敵なお名前ですね。ほらほら、あそこをご覧ください。あんなに見事な水しぶきをあげるなんて。生きのいい海パン野郎か、すごいポケモンでしょうか。生きのいい海パン野郎って何？生きのいいポケモンじゃなくて、水辺の真ん中、また怪しい水しぶきろと。回復をしてほしいんだけど、私とても気になります。ですから水しぶきを調べてもらいたいのです。まあいいや。よし。あ、なんか向こうの方に洞窟が開いとるね。さあ、なんだ？やっぱりなんかすごい量の。でもほら、魚が去ってたらそんなにでかい水しぶきでもなくなったよ。さあ、次はなんだ？ええー。いや、ねえねえねえ、弱しですよ、弱し。え、またしても弱しですよ、ねえねえ。なんなの？あ、レベルが高くなってるってことね。雨が降り出したよ。あらまあ、水しぶきを上げていたのはまたイワシだったのですね。生きのいい海パン野郎との私の予想は外れです。バシャ、バシャシャ。なにまた？あらあら、なんでしょう。あちらからさらにさらに激しい水しぶきが聞こえます。またポケモンかもしれませんが、もしかしてもしかすると生きのいい海パン野郎が溺れている可能性もあります。アイナさん、様子を見に行きましょう。なんか私めっちゃ振り回されてね。スイレンってばいつの間に奥へ行ったろと？それよ。ねえ。なんか、またこっち？ん？またこっち？さらに違う場所ですか？なんか違う場所な気が、違う場所やね。こっちか。あれってことは、なんだ、どこだ？こっから渡っていくってことかな？こっから渡ってって、スイレンは一体どうい、なんかすごい目の前におじさんが。ちょい待ってね。こっち側から？せさらぎの丘。奥にはあの伝説ポケモン、海の化身と伝えられる海洋ガがいるんですよ。マジで？ほんと？あらあら、アイナさん釣られませんね。もうすぐ海辺ですね。海から聞こえる水しぶき、一体何事でしょうか？そうでした。雨が降っていると水タイプの技は威力が 1.5 倍になります。水しぶきは、雨で技が強まったポケモンの仕業かも。へぇ。せさらぎの丘の一番奥、なんだかやばい予感がするぞ。それってさ、回復してから行った方がいいんじゃないの？ねえねえねえ。ほら、試練じゃね、これ。入っちゃったけども。せさらぎの丘、主の、主じゃね。もう試練始まっとったってことか。アイナさん、私に釣られてここまで来ましたね。試練開始。いやいやいや。そう、キャプテンゲートを越えたということは、試練に挑むということ。私、スイレンの試練は、海のドンと呼ばれる主ポケモンを倒すことです。誰誰誰、あの水しぶき、あそこに主がいるでしょう。もしかしたら先ほどの弱しやその仲間がリベンジに来るかもしれませんが、それも含めて主に打ち勝ち、あなたの力を見せてください。もちろん試練をこなすまでポケモンは捕まえられません。だからさっきまで捕まえれんかったんや。ちょっとたくさんのスーパーボールが犠牲になったじゃん。言ってよ。では、スイレンの試練始め。あの水しぶき、また弱しがいるろ？どうやろうね。水しぶきを起こす主に勝ち、あなたの力見せてください。草や電気タイプの技なら有利に戦えるかもしれません。あるいは、スペシャルガードや、クリティカットを使いこなすとか。どのようなポケモンでも主は主です。油断は禁物ですよ。いやー、了解だけれどもさ。なるほどね。じゃあ、ポケモンライドをしていこうか。これが主ってこと？どれよ、これか。さあ。来いよ、主。雷が鳴り出した。ラプラスが怯えているようだ。大丈夫？ちょっと暴れないでね。でかいよ、でかいよ。ラプラスよりでかいよ。ラプラスも結構なでかさやと思う。ギョエー、あれやん、スイミーやんね。主の弱しが、弱し、これ弱し、弱し、いや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 、
いや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 、なんか別の意味で名前負けというか。な、え？あ、なんか天気が。ね、真ん中の部分天気変わってるよ、マークが。それじゃあ、でも水タイプの技上がっとんよね。ちょっと待って、Z パワー、Z 影分身。月光がやられない？大丈夫？かっこ悪い。かっこ悪いよ。月光が Z パワーを体にまとった。月光が解き放つ全力の Z 技。Z 影分身。立ち上がった。回避率が上がった。あ、まあ、それはそれでいいんか。うわ、なんか気持ち悪いな。手がちゃんとあるんだけど。仲間呼ぶなし。来るな、来るな。くっそー。まあ、主の言うことだから来るか。この天候を利用して、この天候を利用して、こっちの水の技も上がってるってことでしょ？さあ、行けい。こっちの水の威力も上がっとって、しかも、こっちの方がレベルははるかに上だから、そういう戦い方。いえ、ちょっと待って、回復しやがった。お盆の実？なんだって？お、なんか勝手に繰り出してくれたけど、ありがとう。何それ、3回当たったって。3回当てる間に向こうが回復する時間とかあるの？何それ、何それ。耐えてね、月光が。でも、あと1回でいけるんじゃない？水手裏剣で。さあ、行け、月光が。言うこと聞いてね、ちゃんと。お願いだから。あれはさ、多分、いっぱいの弱しの寄せ集まりってことやろ、多分。やっぱりほら、スイミーやん。さあ、じゃあ、あとはこの弱しをやっつけるだけ。なんか、主をやっつけられた後にこうやって自分が残っとる気持ちってどうやろ。めちゃくちゃ怖くない？もうそりゃ涙目にもなりますわ。あ、ニャースがレベル18。イワンコレベル19。イエーイ。さあ、水手裏剣お見舞いしておやり。生剣なし。主やっつけたからって、気抜くなし。頑張ってくれよ。あと一匹なの。よっしゃー、月光が水手裏剣。イエーイ。効果は今一つでもやっつけたからよし。主の弱しとの勝負に勝った。進化系かと思ったら普通に弱しなんやね、あれも。さあ、勝ったよ。睡蓮。どうよ。アイナさん、お見事です。私の元に来てください。私、自分の気持ちに戸惑っております。丹念に鍛え上げられた弱したちを倒され、心から悔しいのですが、アイナさんの指令達成を祝わずにはいられないのです。アイナさん、素敵です。これを受け取ってください。なになに？お。やったね。すごいポーズとるね。試練達成。喜びを体で表現しすぎじゃない？よろしいですか？水の全力ポーズはこうしてこうするのでございます。水の全力、いや、なんかすんげえ気抜けてるけど。そしてさらにです。私が作った水蓮印の釣り竿をどうぞ。あ、ありがとう。アイナは釣り竿を手に入れた。水蓮印やって。大切なものポケットにしまった。釣り竿の使い方です。ポケモンを釣るには、まず岩陰を調べます。浮きが沈むとポケモンが暴れます。びっくりマークが出たタイミングで A ボタンを押してくださいです。釣ったポケモンを捕まえるなら、ダイブボールがおすすめですよ。お、やったらダイブボールももらえた。10個手に入れた。ちなみに私、赤いギャラドスを釣ったこともあるんですね。マジかよ、本当に？この子ちょっと、虚言癖ない、大丈夫？さーて、どうでしょう。お疲れになりましたよね。5番道路のポケモンセンターまでお送りしましょうか。お願いします。はい、まずは戻りましょう。釣りは改めてできますからだね。次は夏季の試練、ベラ火山公園ですね。そうでした。お花牧場のウソッキーはご覧になりました？え、全然見てない。
あの子たち悪さをしていたから、ミズ Z を使って Z パワーでちょっぴり懲らしめてあげたのです。あなたのミズ Z にどんな反応するのか気になりますね。あ、ってことはこれで月光河には、ミズ Z をつけた方が、6番道路を下の方に進むと確か街が見えたろ。ちょっと待ってね。とりあえず、これで、なんでカビゴン Z 効果なしなん？意味わからんくね？ミズ Z で、月光河と、あ、おしゃまいるにもそうやね。取り替えます。ほい、そして、おしゃまり。はい、ミズ Z を持たせます。オッケー。あ、で、回復は？もうしてる？してないと。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。